さあさあ、今回もプロ野球歴史解説、始めていくよ。何気にこれも結構久しぶりな感じがするな。そりゃまあ、主に選手解説を投稿してるからね、どうしてもこっちはおろそかになっちゃうよ。それで、2回目の今回は、前回の続きから現在のセリーグパリーグが、できるところまでを解説していこうと思うよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。前回の日本職業野球連盟が設立された後、次々と球団が発足されていったんだよ。1937年に、後楽園野球クラブ、通称イーグルスが発足。ちなみに楽天イーグルスとは関係ないよ。1938年には南海軍、現在の福岡ソフトバンクホークスが発足。そして1939年には、日本職業野球連盟が日本野球連盟に改称されたよ。1943年に西鉄軍、東京セネタースと名古屋金庫軍が、1940年に合併してできたチームと、大和軍が解散したよ。このあたりから活発になってきたのか。いや、それがそうでもなくて、1944年に、日本野球連盟が日本野球報告会に改称したんだけど、11月13日には活動休止したんだよ。沢村栄治など多くのプロ野球選手も、当時発生していた第二次世界大戦に動員され、戦死者も多数出たそうだよ。また、ビクトル・スタルヒンが敵性人としてよく言うされ、後追放されたよ。戦争が原因で中止にしなければならなかったんだな。それで多くの犠牲者も出てしまって。それでも、終戦後の1945年の1月1日と5日に、正月大会が関西で開催され、11月6日には、日本野球連盟の復活を宣言したよ。11月23日には、東西対抗戦が開催されたんだよ。1946年には、セネタース、現在の北海道日本ハムファイターズと、ゴールドスターが発足。3月27日にはペナントレースが再開し、1947年に、日本では2例目のプロ野球リーグ、国民野球連盟が発足されたよ。1948年には、日本プロ野球初の、フランチャイズ制度が暫定導入。2月に、国民野球連盟が解散。8月17日には、日本プロ野球初の夜間試合が、横浜公園平和野球場にて開催されたよ。カードは読売対中日で、試合は3対2で中日の勝利だったよ。しかし、1949年11月と12月にプロ野球再編問題が発生。日本野球連盟がセントラルリーグと、パシフィックリーグに分裂し、日本野球機構、通称 NPB が誕生したよ。その際、毎日オリオンズ、太陽ホエールズ、西鉄クリッパース、近鉄パールス、広島カープ、国鉄スワローズ、西日本パイレーツが発足したよ。また一気に増えたな。それに残ってる球団も結構あるしな。完全に名前が違う球団もあるから、最近ファンになった人にはわかりづらいかもしれないね。1950年には、各リーグ優勝チームによる選手権試合、日本選手権シリーズ、現在の日本シリーズが開始されたよ。第1回日本シリーズ優勝は毎日だったよ。1951年には第1回オールスターゲーム。1952年には、フランチャイズ制度が正式に導入。そして1954年に高橋ユニオンズが発足したよ。職業野球団に対して支出した、広告宣伝費等の取り扱いの特例税制優遇制度が施行され、1955年には、イースタンリーグとウエスタンリーグが結成されたよ。そして1958年には、セパ両リーグとも、6球団ずつの合計12チームとなるよ。まあ、ここでいうセリーグパリーグに関しては、以前解説した千葉ロッテの歴史解説でも触れているから、気になる人は見てみてね。意外と今回は短くなったな。まあ、できるだけ短い方が見やすい場合もあるかもしれないから、今回はここまでにしておくよ。次回はこの続き、いよいよ本格的にペナントレースに突入していくよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。